き続きまして、このままお二人目の明石貞子先生のお話に移りたいと思います。明石先生からは最新のホルモン治療と副作用についてお話しいただきます。明石先生の略歴ですが、平成2年東京大学医学部をご卒業後、国立がんセンター中央病院にて乳腺外科医としてのキャリアをスタートされたそうです。以来19年間がんセンター中央病院にお勤めになり、平成23年より昭和大学に移られたそうです。今年は昭和大学の中村誠吾先生が乳がん学会の会長ですので、毎日さすがご準備などでお忙しいのではないかと思いますが、最近始めたヨガで気分転換をしていらっしゃるとのことです。それでは明石先生、よろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。昭和大学乳腺外科の明石と申します。今日は私は乳がんのホルモン療法と、その副作用としてというお題をいただきましたので、そのお話をさせていただきます。乳がんといいますと、実は歴史の古い病気でありまして、これは1654年のレンブラントのダビデの手紙を待つパティシバという絵画なんですけれども、お胸のところちょっと拡大してあるんですけども、よくよく見てみるとここのところに、こう盛り上がったしこりとその影が写って病出されてありまして、まあ、この時代から乳がんというものがあったのだなということがわかります。そして今の日本の現状を見てみますとですね、まあ、従来日本人の乳がんというのは少なかったんですけれども、まあ、食生活だとかライフスタイルの欧米化に伴ってですね、乳がんというのはこう今右肩上がりに増加しています。これは年間の乳がんにかかる方の数がどんどん増えて、こちら乳がんで亡くなる方の数も増えてきているという現状があるんです。ただ一つ朗報があってですね、これは実際の統計のデータなんですけれども、2012年にですね、これ乳がんの死亡数がなんですが、こう初めて減少になったということで、まあいろいろ進歩してきているということがわかります。でそのこの乳がん死亡を減らす一つの大きな役割を果たしているというのが、乳がん術後の再発予防に使っているお薬、これの進化というのが一つは大きな働きで、この力で乳がんの死亡数が減ってきているということがあります。まあ、今ちょうどまさに高野先生の話で、お薬の副作用とそのお薬によって得られるベネフィットとのこのバランスでお薬は選んでいくということがちょうどお話あったんですけれども、術後にこの再発予防として使うお薬っていうのもこのバランスを考えて使っていくということが必要になってきます。例えば、まあ、比較的、割と治りやすい薬を使わなくても治る人が多いような状態のがんの場合ですね、何もしなくても治る、で何もしないと再発する、場合、ここにですね、お薬を術後に再発予防としてのお薬を使ったことで、再発しなくなる方っていうのが、例えば再発する人の半分を減らす力を持ったお薬があったとすると、これだけの方が薬を使ったことで再発予防できたということになるんですが、例えば非常に治る、たくさんほとんどの人が治るっていう方の場合には、再発する人の中の半分が、お薬で、予防できますので、まあ、お薬を使うメリットが小さいっていうことになります。でこういった場合には、まあ、あまり副作用の強いお薬を使うということが、のメリットっていうのは小さくなってくるということになります。一方この、群でですね、再発する人がとても多いような状態の乳がんの場合にはですね、これの半分の方がお薬で、減らせるというと、この場合には薬を使うメリットが大きいということで、しっかりとした治療をやるメリットが出てくるだろうということになってくるということになります。じゃあこの再発のしやすさは何で決めるかというとですね、一つはこのリンパ節転移の数っていうのがあります。
こちら縦軸が生存率になるんですけれども、例えばリンパ節転移のない人であれば10年経って再発していない人っていうのは、まあ、9割近く8割以上の方が再発しないんですが、リンパ節転移の数が増えるに従って、まあ、その再発する確率割合というのは増えてくるんです。これはがんの進行具合を見ているわけですね。それから再発しやすさを決めるもののまた別の側面から見るとですね、これは組織学的グレード、ちょっと言葉は難しいんだけど、まあ、いわゆるがんの顔つきというものですね。がんの顔つきが、悪いものほど、おとなしいものに比べると、リンパ節転移の数が同じであれば、まあ、がんの顔つきが悪いほど再発が多いということになる。まあ、これはがん進行具合とはまた別に顔つきというファクターが出てくるんですが、またもう一つ、最近注目されているのが、まあ、乳がんのタイプということになります。乳がんという一つの名前であっても、そのタイプによってですね、再発のしやすさであるだとか、治療法っていうのが全く違ってくるんですね。なので同じ乳がんの人でもいろんな治療を受けている方がいらっしゃると思うんですけども、それはですね、このが乳がんの中の性質をによって全く違ってくるということになります。ちょうどもうこれはもう乳がんの世界ではいろいろ出てくるもの、ルミナールってさっき高野先生もちょうどこの言葉を使っていましたけれども、がんの性質をホルモン受容体があるかどうか、それと HER2 というものが出ているかどうか、まあ、あと増殖しやすさ、まあ、こういったものの組み合わせで乳がんのタイプを分けて治療法を決めています。で、今日はこのホルモン剤のお話ということなので、このホルモン受容体が陽性のところの方が 対象になってきます。で、このホルモン受容体ってどういうものかっていうとですね、これはがん細胞の取ってきたもののがん細胞を顕微鏡で見ているものなんですけれども、がん細胞をある特殊なもので染めてくると、こんな風に茶色く角が染まってくることがあるんですね。これはホルモン受容体っていうのを見ているんですけれども、取ってきた組織、例えば手術であるとか針生検だとか、そういったもので取ってきたもので、検査することができます。で、このタイプっていうのは乳がんの7割を占めているということで、まあ、大半の方は、ホルモンが効くタイプの乳がんということになります。で、じゃあこのホルモン受容体はどういう働きをしているかっていうとですね、これががん細胞ですね。で、がん細胞の中に、核の中にこのホルモン受容体、これなんですけども、が存在するとですね、ここに、女性ホルモンがカポッと入り込むとですね、これでがん細胞にどんどん増えなさいっていう指令が、言ってですね、がん細胞がどんどん増えるということになるんですが、今あるお薬の一つです。タモキシフェン、聞いたことあるかと思うんですが、このタモキシフェンというお薬をですね、飲んでおくとですね、この女性ホルモンがここにカパッとはまり込む前にですね、先にタモキシフェンがはまり込む、それによって、女性ホルモンがくっつけませんので、増殖を抑制してくれるという働きになるわけなんですね。で、実際にですね、これ どういうどれぐらいのパワーがあるかっていうことを見てみますと、これ縦軸がどれだけ再発してくるかっていうのを見ています。で、タモキシフェンを5年間飲んでもらった人で見てみるとですね、これは何もしなかった場合に再発する人が10年間で、4割ぐらいいるんですけれども、タモキシフェンを5年飲んでもらうことでですね、再発する方が約 25% ということで、大体 15% ぐらい減らすことができるっていうのが、まあ、もう非常に全世界からのデータ集めたデータで出ています。で、一方こちらは字がちっちゃいんですが、ホルモン受容体 のない患者さんで見てみると、ホルモン剤を飲んでも、再発率は減らせない変わらないということで、ホルモン受容体陰性の方の場合にはホルモン剤を飲んでもしょうがないということになってきます。
ということでですね、あの 乳がん診療ガイドラインっていうのが乳がん学会から出ているんですけども、まあ、これで見てみますと、ホルモン状態陽性の方には、タモキシンは勧められるか、術後内分泌療法として術後の再発予防としてお薬は勧められるかっていうと、5年投与が有用で勧められますよということになっています。で、今日はまあ最新情報も入れてほしいということでしたので、ちょっと一番新しいお話を出してみるとですね、これは本当にじゃあこの薬5年でいいのかっていう問題があってですね、あのかつて私が、そうですね、がんセンターのレジデントになった頃っていうのはホルモンじゃ2年っていう時代だったんですね。で、途中で2年と5年を比較して、じゃあ5年の方がいいですよっていう結果が出たので、でそれで、まあ、5年の方が再発が少ないですよっていう結果が出て5年に増えたんですが、その後ですね、じゃあ5年で本当にいいのっていうことになって、これはイギリスの先生がですね、もう世界中 の国に呼びかけて、世界中の、私も参加したんですけれども、世界中の女性、あのホルモン受容体陽性の患者さんが参加してですね、5年飲む方と10年飲む方とで、をあの比較をした結果です。で、これが、5年の時点でそれあのお薬をやめるか、それともさらに5年飲んでもらうかっていうことをやったんですが、そうすると手術して10年目の段階ではあんまり差がなかったんですが、さらに15年だった段階でですね、ホルモン剤を飲まなかった人、5年でやめた人に比べると、10年飲んだ人の方が、再発率が 25% から 21% に減ったという結果が、ちょうど出ました。ということで、まあ、あの問題長く飲んだ方がいいんじゃないかなっていうことがあるんですが、ただまあちょっとこの差がそれほど大きくないっていうことがあるので、じゃあ全員じゃあ10年飲まなきゃいけないのかっていうとですね、まあ、やはりあのちゃんとその飲む必要のある人を見極めて、飲んでもらおうって、まあ、じゃあ具体的にはどう見極めるのか、細かいところはちょっとまだ今ちょうど研究中の段階ではあるんです。あのもういろんなところから今これ研究をしているところです。まあ、適切な必要な人に必要な治療が適切な治療ができるように、まあ、一生懸命みんな考えているところです。じゃあこのホルモン剤ですが、副作用どんなものがありますか。まあ、よくご存知だと思いますが、一つは、ホテリのぼせ、ホットフラッシュですね、更年期障害、それから、生殖器、子宮に対する影響というのがあってですね、子宮内膜がを厚くしますので、例えば子宮体がんがほんのちょっとなんですけれども、増えることが分かっています。10年投与すると1000人当たり11人子宮体がんが発症するけれども、投与しないという場合には3人ということで、まあ、実際にあのその子宮体がんが発症する確率っていうのはそれほど高くはないんですが、一応気をつけた方がいい。まあ、不正出血があったら婦人科に受診しましょう。それから、あとは血栓症、血が固まってしまう、まあ、なんとなくちょっとムカムカするかな、抗がん剤の副作用のムカつきほどではないんですが、なんとなくちょっと調子悪いかなっていうことがあります。じゃあそのホテリ、まあ、ホルモン剤の副作用って比較的楽とは言われているんですが、それでもやっぱり毎日毎日飲むものですから、やっぱり結構カーッと熱くなって辛いっていうこともおっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。まあ、その対策の一つとしては、まあ、あの漢方薬という選択肢もあります。まあ、あまり漢方薬そのものがあの得意っていうわけではないんですけれども、まあ、漢方薬もいろいろその体格体質に応じてあの選択肢がいろいろあるようです。例えば色白ぽっちゃり虚弱体質の方には当帰芍薬散というお薬だとか、体格が良くて赤ら顔内出血しやすい、まあ、こういった特徴のある方は軽視伏量がんだとか、神経質で便秘がち不定愁訴がちの方は上小葉がん、まあ、こういったあの試してみてですね、合わなければちょっと違うものを試してみるっていうようなことでいいようですが、まあ、もし主治医の先生があの漢方薬あの得意な先生がいらっしゃったら、いろいろご相談されてみるといいんじゃないかと思います。あと、まあ、あの抗てんかん薬なんですけれども、あのガバペンなどというお薬が効くといったような報告もございます。
とはまあ生活でですね、いろいろ工夫されている方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、例えばゆっくり入浴をしてリラックスする、血行を促進する、あのホテっていうのはこう血あの血流障害っていうか、あの血管が上手に収縮したり拡張したりっていうのがうまくいってないっていうことなので、交感神経をリラックス、副交感神経をリラックスさせてあげることが大事、だとか、あと運動ですね、ちょっとだけきつい運動を日常生活に取り入れる、エレベーターでなく階段を上りましょうとか、電車で座らないとか、ちょっと私耳がこの辺り痛いんですけども、こういったことを取り入れる、あるいはヨガであるとかストレッチといったことも、おすすめであります。あとですね、体を温める食事、例えばまあこういった生姜であるとかですね、あとあの葉物はどっちかっていうと体を冷やして、あの根菜類は、あ、根菜類、根っこ、土の中にできるものは体を温めるとかいう話を聞くんですけれども、まあ、そういった食材を取り入れる、あとは規則正しい生活、まあ、こういったことで少しずつ軽減を図ったらいいんじゃないかっていうことが、まあ、言われております。ちょっと難しい話が続くかもしれませんが、まあ、じゃあその女性ホルモンですね、女性ホルモンはどこから出てるかっていうとですね、若い女性の場合、閉経前の女性の場合には卵巣から女性ホルモンっていうのは出ていて、それが乳腺に取り込まれるところをブロックするのがタモキシフェンになるんですが、閉経後の方、もう卵巣が働かなくなってしまった方の場合、じゃあどこに女性ホルモンがあるかっていうとですね、あの、まあ、副腎で作られたホルモンがですね、脂肪細胞の中で、アロマの中のこう酵素、アロマターゼっていう酵素の働きで、女性ホルモンに変換されるんですね。なので、閉経後の場合、太った方の方が乳がんになりやすいっていうのは、この、あの、ここの働きによるものなんですけれども、ここを抑えてあげるお薬っていうのがアロマターゼ阻害剤ということになります。でこのアロマターゼ阻害剤を使うとですね、閉経後の方の場合には、これも縦軸が再発率ですが、タモキシフェンを飲んだ時よりもアリミデックス、アロマターゼ阻害剤を飲んだ方が、まあ、ちょっとほんのちょっとなんですが、まあ、再発率が、ちょっと減るということが証明されていてですね、閉経後の乳がん患者さんの場合にはこのアロマターゼ阻害剤を5年飲むことがお勧めされています。あと、まあ、あのタモキシフェンとの月あの組み合わせで、トータル5年とか、タモキシフェンの5年飲んだ後さらに延長して飲むといったことも、それも効果があることが分かっています。でこのアロマターゼ阻害薬の副作用としては、まあ、あの先ほどのタモキシフェンと同じように更年期症状というのが、約3分の1の患者さんで出ています。あの結構ご高齢の方の方が出にくい印象があります。それからよくあるのが関節痛、筋肉痛、こわばりですね。だいたい、お薬飲み始めて3ヶ月以内に、発症することが多いです。これは、例えばアリミデックスを飲み始めて関節痛が出る方っていうのは結構いてですね、やっぱり飲み始めに出る方が多いと。で長く飲んでるとだんだんと症状が落ち着いてくることが多いということが知られています。で、この関節痛に対してはですね、まあ、ストレッチが有効ということが言われています。これ実際にアメリカのダナファーバーっていう、がんセンターで、実際にやった研究なんですけれども、週2回ストレッチをするとして、なおかつ週 2.5 時間の、まあ、エアロビクスとかトレッドミルとか、まあ、有酸素運動をする人とそうでない人を割り振りしてですね、その後どうなったかを見た結果なんですけれども、何もしなかった人っていうのは、最初と比べると痛みはまあ変わらないか、ちょっとひどくなったかっていうことなんですが、ストレッチをした人っていうのは1年後にはですね、痛みが減ったっていう人が、多い。でそれからこれ真面目にちゃんと、ストレッチをやった人の方が、これですね、 80% ちゃんと目標のスケジュール通りちゃんとやったっていう人の方がさらに、効果が多かった
ていうような、結果もあるので、ストレッチってやっぱり有効なんだなということですね。でじゃあどんなストレッチやればいいのということで、今日ちょっと、製薬会社さんが作ってるあのパンフレットを若干持ってきたんです。その中に DVD が入っていて、ストレッチ運動の DVD 入ってますので、まあ、ご興味のある方は持っていってください。ちょっと重かったので、あの全員分は持ってこれなかったんですが、あの多分各病院のブースにも置いてあるんじゃないかと思うので、またあの今日足りなかった場合にはそこで病院で言っていただければいいんじゃないかと思いますが、一つはこのボール握り運動っていうのですね、こうふわふわしたボールをですねこう握ってこうやるんですけれども、これ朝起きた時にですね、こうちょうど手がこわばりやすい時にですね、で、むくみっていうのはやっぱり手を下げるとむくんでくる、重力に従って下がりますので、 お布団の中で手をこう上げた状態で心臓より高い位置にして、こう握って離してっていうのをで、まあ、あの最初痛くて握れない時にはこう無理のない範囲で少しずつ毎日続けるっていうことがいいみたいで、最終的には20秒ぐらいぐーっと握るのを目安にできるといいということです。でもっと手軽にできる方法もあってですね、いつでもどこでもストレッチっていう書いてあります。ちょっと、握って返して、伸ばすなんですが、ちょっとやってみます。これはまあ思い立った、あ、ごめんなさい、こうですね、伸ばす。思い立った時いつでも本当朝寝る前いつでもあのご気軽にやっていただけると、予防になると思います。で、まあ、痛みのない場合にはストレッチの順番としては、指先、手首、肘、肩に向けて、まあ指折り数え運動だとか、こうキラキラ星、ここですね、ここで手を見えます、こう動かす、あと力こ、それとリレーバトンで、これは肩の関節ですが、こうですね、こういうふうに動かす運動。分かりました、あのこうですね、こうしっかり後ろに上げると、まあ、こういったあの DVD ありますので後で見ていただければいいんですが、あとこう下キラキラ星だとか、あと肩関節の可動域をあの大きくするためにですね、こういった運動をしていただけると、これは予防効果がある、まあ、肩こりにも良さそうですよね。からまあ関節痛のある方の場合にはもう少しあの、まあ、基本的には同じ運動がほとんど入ってるんですが、寝た状態で朝起きる前に、前からてっぺん、寝た、これは、ね、さっきのこれを寝た状態でこうやると、朝起きた時にですね、それから横からてっぺん、これをやる、それから、寝ている状態でキラキラして手をこう動かすだとか、このこちらこの運動というのを、痛みのある方の場合には、少しメニューを減らして少しずつほぐしていくっていうことが効果があるようです。それからあのアロマターゼ阻害薬の他の、 あの副作用としてはですね、よくあるのが骨密度が下がってしまう。女性ホルモンっていうのは骨を保護する働きがあるんですが、このアロマターゼ阻害剤で女性ホルモンをさらに少ない女性ホルモンをさらに減らすので骨密度を減らしてしまうんですね。
で、若い人の 80% 以上あれば大体問題ないんですけれども、 70% から 80% に減ってくるとですね、骨減少症といいますので、ちょっと対策を始める必要がある。カルシウム剤を飲んだとか、ビタミン D を取ってもらうとかいうことが必要になります。で、 70% を切ってくるといよいよ骨粗しょう症ということになってですね、うっかり骨折してしまうとそのまま寝たきりということになってしまう可能性がありますので、まあ、70% を切ってくるとさらに、強力に骨を増やしてあげるためのお薬を飲んでもらうことが必要になってくるということになります。まあ、これはアロマターゼ阻害薬を飲んでいるときにはちょっと注意が必要になりますので、おそらくちょっと下がり気味の人は定期的に主治医の先生が骨密度を測りましょうっていうふうにおっしゃってるんじゃないかと思いますが、こういったことが必要になってきます。次に、じゃあ女性、閉経前の方の場合、ここで女性ホルモンを乳がんのところで取り込まれるのをブロックするっていうのと、もう一つ女性ホルモンそのものを卵巣から出さなくしてしまいましょうというお薬があって、これが LHRH アゴニスト、というお薬になりますが、卵巣の働きを止めてしまうのはこのお薬のほかに、昔古くはですね、大昔は、卵巣を取ってしまうっていうのも一つ、それ自体は治療だったんですね。卵巣を取るとですね、乳がんが良くなるっていうのを昔の100年ぐらい前には治療として行っています。それから、卵巣の機能を落とすためには、まあ、放射線を卵巣にかけてしまうということも手術ちょっと嫌だなっていう場合には選択肢としてありましたが、もうちょっとやっぱり放射線も大変だし、手術もちょっとあれだし、放射線も手術もしてしまうと二度と、まあ、卵巣の機能戻りませんので、そうじゃなくて可逆的に一時的に抑えたいなっていうのにもお薬は使えるということになります。で、このお薬どういった場合に有効かというとですね、これもちょうど最新情報で出たばっかりなんですけれども、タモキシフェン術後にですね、タモキシフェンを飲む人、それタモキシフェンだけじゃなくてタモキシフェンに、この卵巣機能抑制剤を使う人で生存率変わるかどうかっていうのが、ちょうど、去年の年末出たところなんですけど、実はそこで差がないっていう結果だったんですね。だけどもこれ全員じゃあ使わなくていいのかっていうとですね、抗がん剤をやって生理が復活する人、例えば35歳以下 若い方ですね、卵巣がまだまだ元気な方の場合にはですね、に限って見てみるとですね、これがこちらが生存率、これこちらタモキシフェンだけ飲んだ人ですね、上の2つっていうのが、卵巣機能抑制を追加した方なんですが、若い方に限ってみるとこの卵巣機能抑制剤を追加した方が生存率が良くなるっていうデータが出ました。で、この副作用としては、まあ、他のホルモン剤と同様にですね、更年期障害補填であるとか、がやはり多いですね。まあ、あとはそうですね、あと女性ホルモンを抑えてしまいますので 若くして、まあ、骨粗しょう症になるリスクがあるので、ちょっとそのあたりは注意する必要があるかと思います。で、これは昭和大学乳腺外科のグループの面々であります。さて、ここからはちょっと再発治療のお話なんですが、まあ、ここはちょっと時間も押してますので、最新治療、新しいホルモン治療のお話2つだけ、します。で、再発後っていうのは、まあ、なかなか完治を目指すというよりは、なるべくいい状態で元気に過ごせる状態を目指すということがゴールになってくるんですが、これですね、再発後の治療成績っていうのを見ているんですけれども、昔再発するとなかなかこう治るのが難しかった、再発後治るのが難しかったんですが、どんどんこれが年の経過、1970年がこれだったのが、こっちが1995年から2000年がこちらになるんですが、再発してからでもですね、すごくこう治療成績が伸びているという現状があるんですね。
で、こちらは乳がんで使えるお薬の数を出しています。昔は乳がんで使えるお薬の数ってこう2つぐらいしかなかったんですが、それがどんどんと新しいお薬が開発されてきてですね、90年代になると20個以上のお薬が使えるようになった。そして、最近にはさ先ほども話に出ました抗体薬というものもたくさん出てきましたし、さらに増えてきているということもこれが影響しております。一つはホルモン受容体陽性に使えるお薬としてですね、ファスロデックスというお薬があります。これも、最近出た結果でありますけれども、この再発後にですねファスロデックスを使う群とアリミデックスを使う群とで、比較したものですが、ちょっとまあいろんな結果が出てるんですが、ファスロデックスを使った方が、がんが悪くなるまでの時間が長かった、いい状態でずっといられる時間が長かったっていうのが一つ出ました。このお薬は注射薬ですので、ちょっと打ったところの痛みとかっていった副作用が一つあるのが特徴ですが、その他に関しては飲み薬のアリミデックスと、大差ないということになっています。あともう一つ、もうこれも簡単に、一言だけなんですけれども、ホルモン剤が効かなくなってきた時ですね、その時にアフィニトールという、これも新しいお薬なんですが、これをホルモン剤に追加して、飲んでもらった場合ですね、これがホルモン剤だけでいった場合なんですが、アフィニトールの薬を追加して使うと、これも、いい状態をより長く続けることができた、こういったふうにですね、これ新しいお薬が、どんどん出てきております。このお薬の特徴的な副作用としては、間質性肺炎というのがあってですね、ちょっと咳が出てきたとかですね、息切れするとかお熱が出てきた、こういった時は早めに、ご相談ください。また術後定期的に、CT を取ったりということもしております。で、患者さんのための乳がん診療ガイドラインというものが乳がん学会から出ておりますので、こういったものも参考にしていただくといいかと思います。それからもっと最新情報が知りたいという方の場合、最初にご紹介いただきましたけれども、今年の乳がん学会はうちの昭和大学の中村誠吾先生が会長で行います。私はプログラム委員長で、今ちょうどプログラム決めということで忙しいんですけれども、その中でですね、患者さんにも参加いただけるんですね。ただでエッセンスだけ聞きたいなっていう方の場合にはですね、7月4日最終日、土曜日の午後3時から患者セミナーというのを行いますので、これは無料で、この1時間だったかな、1時間半ですね、1時間半の講義をお聞きいただけます。で、そこだけじゃなくて全部聞きたいなっていう方はですね、ちょっと3日間水木金土の3日間全部参加いただきます。1万円払う患者さんというていうか、ちゃんとそういう設定をしておりますので、特に医療従事者でなくても全部のセッションを他の医療者と同じように、お聞きいただくことができますので、いろいろ情報を仕入れたいという方はどうぞご参加いただければと思います。ホルモン療法は長い付き合いとなります。患者さんを中心にですね、いろいろな職種、いろいろな科の医者、医療者がチームとなって、みんなで知恵を出し合ってね、副作用とうまく付き合っていきたいと思っております。どうもありがとうございました。